交渉は、日本海軍の奉還。長州藩がイギリスに発注したが、日本に開港後に、明治政府に建納された。小型艦ながら、初期の日本海軍の貴重な戦力となった。艦名は、大鳥が羽を伸ばして、上空を飛び舞う意味。三小バーク型の木造砲艦。機関は2気筒横置き自稼働。期間1期で 110iHP。 速力は7.5ノットから6ノットの記録がある。コンウェイ、s オ l t h e w ル r l ァ Fighting Ships 1860から1905と、略記では 240IHP-11 ノットとしている。また燃料は、石炭818トンとしているが、排水量に比べて明らかに大きすぎる。目は主に公文書や帝国海軍機関紙などにったが、体主要寸法には、 以下のように様々な値がある。明治4年の建納時には、全部マストと中部マストの間に100ポンド自在砲1門中部マストと後部マストの間に40ポンド護送自在砲1門艦首付近に20ポンド護送砲を両弦に各1門の計4門を装備した。砲弾は100ポンド砲が107発、40ポンド砲が70発、 20ポンド砲が207発を搭載した。また1889年時には100均河原法1門、20均河原法2門、12均河,砲 2, 12均河砲2門の計5門を装備した。世界の艦船では、新造時は、下記の砲装に加えて前装式の100ポンド瓦砲法1機を搭載し、18年頃に撤去したようであるとされる。また、兵装については、 様々な記録があるとされる。その他の文献での並走は以下の通り。本館は前述の通り、長州藩が大幕府船に備えてイギリス人カラバに依頼してイギリスアバディーンで建造1868年浸水1869年竣工した。連合艦隊軍艦命名名伝によると明治元年竣工 もしくはその時すでに春行済みであったとの説もある、とのこと。日本近世造船史、明治時代では気候慶応2年、春行明治3年としている明治2年に1月に、三田尻で、受け取り放送丸と命名、母親戦争の支援のため品川沖に開港されたが、戦闘には参加しなかった。同年7月13日、遠州沖で暴風に遭い、マスト3本を切断して、 清水港に吹き寄せられた。明治3年3月に長崎で修理を行った。明治4年2月29日に山口藩から運用丸と宝章丸の剣能の申し出があり、宝章丸は5月29日品会に到着、6月8日に兵部省が受領、官名は宝章となった。日本海軍史第七巻によると、明治3年6月に、 山口藩が購入し、宝省丸と改名、明治4年5月18日に新政府に建納された。海軍省報告書では5月18日に、宝省、運用ともに山口藩から建納された、としている。11月15日に宝省は六等艦に定められた。明治5年4月12日、宝省は東、日清とともに中艦隊に編入された。 5月18日時点で中間隊は、日清、盲春、龍城、第一堤防、第二堤防、運用、カス筑つくば、宝の旧席で編成していた。5月23日、宝省、運用、盲春は、品川を出港、7月11日品川に帰着した。なお、明治天皇を乗せた龍城は、翌7月12日に横浜港に帰港した。 1873年2月13日、各校に常備館を配置することになり、春日と宝相は、兵庫校に配置されることになった。6月30日時点で中間隊は運用、日清、春日龍城、東、宝相、つくばの7隻で編成していた。1874年の佐賀の乱、生態の役に参加した。ただし、 温急助訓年加山調査には記録されていない。2月28日佐賀の乱の鎮圧のために、法省へ開港命令が出され、3月1日横浜港を出港したが、5日に兵庫港を到着した時に乱は鎮圧され、7日に兵庫を出港、13日品川に帰着した北海道開港4月25日、法省は北海道開港を指示された。 海底電線を引くために、青森港金会の測量を行うためで、5月20日午前10時に、大阪丸と共に、品川港を出港する予定とした。6月30日時点の中間帯は運用、日清、カスガ、竜城、東、宝生、第二堤防で編成されていた。宝生は7月20日函館を出港、千島を巡回し8月18日根室港に帰着した。 ここで、法省に、函館でのプロイセン王国領自殺害の報告が入り、法省は、根室を21日出港し、函館へ開港した。法省は、襟も岬沖で暴風に遭い、マスト2本が折れるなどの被害が出、函館には26日ごろ到着した。9月8日に、法省、大阪丸、千代田型に、帰郷の命令が出され、法省は11日に、 室蘭に開港、その後に、桑ヶ崎、山田港に寄港し、9月21日午後7時32分に、品海に帰着した。1875年6月30日時点で、中間隊は運用、日清、春ス龍城、東、宝省、第一堤防で編成されていた。1875年10月28日、中間隊は、解体。 大鳥省も中間隊から除かれた。各艦船は東西両部指揮官に属することになった。日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は中村倉之助少将、西部指揮官は伊藤助丸少将が任命され、龍城、東、宝章、運用、富士山、摂津、高尾丸、大阪丸は東部指揮官所轄となった。高架島事件の後、 在留法人保護のために、朝鮮へ二度派遣された。1875年11月29日、法省に、居留民保護のために、不在解雇が命令され、11月30日、横浜港を出港、猛春と交代の形になった。以後朝鮮での警備を行い、翌1875年1月23日、下関に寄港した。 1>, 1月27日下関を出港して、再び朝鮮へ向かい、3月28日長崎港に帰着した。法省は6月6日に横浜港に帰港した。熊本と山口での暴動のため、10月31日に法省は横浜港を出港した。12月9日、法省は横浜港に帰港した。百七十七年一月十四日。 行行出発に際し、東、豊昌、盲春、千代田型の4隻で小艦隊を編成して、金田湾まで見送り、木とは蒸気機関運転での艦隊運動訓練を行った。西南戦争2月8日、西南方面が不穏のため、豊昌と盲春の2隻に開港命令が出され、翌9日に2隻は横浜港を出港、神戸港に向かった。 2月21日神戸を出港、鹿児島へ向かった。西南戦争では、日名ぐ攻略に参加した。10月10日品海に寄港した。11月15日から横浜港に停泊した。1878年1月6日横須賀に開港。約3ヶ月間修理を行った。4月9日横浜に開港した。5月25日品海に開港。 以後搬送訓練を行い、6月13日横浜に帰港した。6月20日横浜を出港、搬送訓練を行い、清水港、下田港に帰港し、6月27日横浜に帰港した。7月7日横浜を出港、途中清水、松屋に帰港し7月9日神戸港に入港した。9月23日神戸を出港。 マトヤに帰港し9月27日横浜港に帰港した。10月5日品海に開港。10月29日横浜に帰港。11月5日品海に開港。12月9日横浜に帰港した。1879年3月15日横浜から横須賀港に開港。3月29日横浜港に戻った。3月31日横浜港を出港。 紀州は浦、神戸港、室津、下関に寄港し、4月13日富山村に到着した。4月29日富山発、30日所、安島期。5月秘書安島発、翌4日、バジル湾儀。5月9日、バジル湾発、翌10日、豊島期。5月12日、高温村に開港した。6月4日、豊島に開港。 6月6日月日島に開港した。9月7日、月小島発。9月10日、五島列島玉の浦に帰国した。9月15日、長崎港に開港した。9月27日、長崎発。出獣、神戸港、久喜浦、妻良湖港浦、下田港に帰港し、10月15日、横浜港に帰港した。 10月25日品川湾に開港した。1880年1月4日横浜港に開港。4月2日横須賀港に開港。5月8日から6月15日まで横須賀造船所で修理を行った。6月12日横浜港に開港。6月21日横浜港を出港。23日兵庫港に到着。6月29日兵庫発。 翌30日にみたらしに到着した。7月1日上野席へ開港。7月21日、五福島へ開港。7月25日上野席に戻った。9月8日上野席から下野席へ開港。9月14日下野席を出港したが、風の関係で高末で被迫。翌15日上野席へ戻った。9月25日上野席をから子供りへ開港した。 10月17日三日浜に、開港。10月28日小止まりに、開港。11月5日午後棟に、開港。11月9日道東を出港し、翌10日兵庫港に入港した。11月18日兵庫を出港。天候不良のため一時を汗に飛泊。11月22日横浜港に帰港した。11月24日品川に開港した。 1881年2月9日品川から横浜に開港した。6月12日横須賀に開港、翌13日出港し、隅田川競争の船を栄光、品川に到着した。8月16日に浅間付属練習館に指定され、以降は練習館任務に就いた。12月21日から横須賀造船所で修理を行った。 1883年7月18日、横須賀港を出港し、21日兵庫港に到着した。7月23日兵庫春、文字浦を経由し、26日長崎港に入港した。7月29日長崎発、30日鹿児島に到着した。8月11日鹿児島発、兵庫を経由し17日横浜港に帰港した。 1886年3月13日公開、練習館に指定された。1889年5月16日、報相は公開練習館に指定された。1890年8月23日、報相は第一種に定められた。1891年8月23日、練習館報相は海軍兵が校付属に定められた。日清戦争では、 クレグン校の警備に着いた。日本特務官戦士によるとこの時は、佐世保鎮副長官の指揮した長崎港に開港し湾港の警備に着いている。八百九十四年四月四日、報相は練習艦の役務を解かれ、七月二十五日警備艦に指定された。八百九十五年二月二十八日、警備艦の役務を解かれ、三月二十四日再び、 練習艦に指定された1898年3月21日に、類別等級が制定され、法相は二等砲艦に類別された。翌1899年3月13日に、除籍18日に、雑役船に変更され、海軍兵が後付属とされた1906年3月20日売却の、上進、船体は、修理によりまだ使用可能だったが、 偽装品や付属品の腐食が進み、修理の価値なしとみられた。4月19日売却任居、翌1907年4月9日に売却報告が出された。金額は1万5円だった。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。